なんやかんやあって俺は証券会社に就職した。いいかお前ら、証券マンはな、3年からして一人前だ。はい。え、証券マンになるとどうなるのか。証券マンの朝 AM6 時。証券マンの朝は早い。朝6時に起床、前日の世界の株市場や為替市場の動きをチェックする。株式会社某企画が倒産の危機か。これで何度目だ。 AM8 時30分、8時半に出社。君が新人のペンギン、僕先輩のパンダ。君のフォローにつけよう言われたんだけど、フォローするつもりないから。やばい先輩に当たった。君が今月売るノルマ、これね、絶対売ってよ。こんなに新人にできるわけないだろう。おい上司、なんとか言ってくれ。無理は嘘つきの言葉だ、さっさと取りかかれ。これが標準なのか。このように証券マンには毎月一人ずつ収益のノルマが割り振られる。 AM9 時、日本の株式市場が空いているのは午前9時から午後3時まで。やりつけよりつき。9時になると取引の合図としてよりつきと叫ぶ。最近は言わない会社も多いが、古い会社だとまだ言っているところがある。お世話になっております。そろそろ某製薬会社の株を売った方が良いかと思いまして。もうちょっと上がらない？様子見たいんだけど。安全のために今売るべきかと。仕方ないな。ありがとうございます。ふう、なんとか売れた。証券会社の儲けは主に顧客からの手数料、特に株は売却するために手数料が入るので一番利益は出やすい。株を買わせてはすぐ売るように案内して、なんか手数料だけかすめ取ってるみたいで嫌だな。何言ってるんだペンギン、その手数料で飯食えてるんだろうが。それはそうだが。証券マン1年目から3年目、新人の証券マンは飛び込み営業をする。飛び込み営業とかマジだる。10件以上回って全部門前払いだな。こうなったら奥の手を使うしかないね。奥の手？君、社長の子供。うん。僕はね、本物のパンダなんだ。キュートでしょ。自分で言う？特別にモフモフさせてあげるよ。はい。それでさ、ちょっとお願いがあるんだけど。何？お父さん、パンダがお父さんと話したいんだって。息子が気に入ったなら仕方ない。とりあえず話は聞こう。ありがとうございます。やったー、株が売れたー。株を売るのにこんなことまでしてるのか。売るためなら何でもするのが証券マンだよ。上司はこれまでに靴を1000足は舐めたって自慢してたしね。何その悲しい記録。もしもし、こちら某証券のペン。あ、また切られたか。新人は飛び込みで電話をかけなくてはならない。1日に150件から200件ほどかける。名乗る前に切られることも多く、簡単に200件かけることができた。もしもし、こちらは某証券のペンギンと申します。実は利益の見込める株がございまして。本当ですか？今すぐ伺います。このように少しでも興味のある顧客がいたら積極的に売り込み、口座を作ってもらうのが大事だ。何度も困るよ。あの頃と違って余裕ないんだ。だからこそ株で利益を出しませんか？無理だ、帰ってくれ。のちょっと、あんたのせいで損しちゃったじゃない。どうしてくれんの？申し訳ございません。もうあんたの会社で株を買わないから。そんな。ペンギン、パンダ、もしかして聞いてたのか？たまたま通りかかったんだ。そうか。まあそんな時もあるよ。株が下がって怒るのは貧乏人。本当の成功者は株で損が出ることも理解してる。だからあんまり気を落としちゃダメだよ。パンダ、会社に乗り込んで文句を言うやつもいるけどね。怖っ。ああ、次の電話で今日1000件目だぞ。ペンギン、今月のノルマ厳しそうだね。どこも相手してくれなくてな。弱気になっちゃダメだよ。顧客はお金、人だと思わないでどんどん電話をかけなきゃ。顧客が不利になっても僕たちには関係ないし、絶対誰かは株買ってくれるから。そうだぞ。相手は大金を使わずに持っている金持ちだ。眠っている資金を世の中に配るのも俺たちの仕事だ。商売ってそういうものなのか。もしもし、某証券のペンギンと申します。君、相当疲れているみたいだね。あ、申し訳ございません。どんな株だい？話聞くよ。ありがとうございます。証券マンはノルマを達成しないと先輩や上司に怒られるし、徹夜も多くなる。数日後。君のおかげで儲けることができたよ。ありがとう。こちらこそありがとうございます。本日は新しい株取引についてお話しさせてください。その分うまくいった時には、
顧客に感謝されるなどやりがいはあった。こういう気持ちのいい取引だけできたら気が楽なんだけどな。債券、そうして証券マンとして4年目を迎えたある日。お前ら最近頑張ってるみたいだな。特別にこれをやる。いらない。全然売れないらしくて、上から何が何でも売るように言われた。全部売ってみせますよペンギンが。自分でさばけ。だって債券って低リスクだけど低リターンで手数料安いじゃん。それなのにノルマが多いからな。債券とは国や企業などが資金調達のために発行する借用書のようなもの。電話や訪問と時間を取られる割にはメリットが少ない。お世話になっております。実はとても人気の債券がございまして、株と比べて低リスクですから今買わないと損ですよ。ありがとうございます。ふぅ、なんとか売り切れたな。ペンギンも4年目でやっと慣れてきたね。俺も生活がかかってるからな。そうだよ、顧客イズマネー。会社を儲けさせるのがビジネスなんだから。だがノルマのために意味のない債券を買わせるのは、俺たち証券マンがいなくても顧客は生活に困らないよな。まあそうだね。顧客にとって俺たちは必要ないものなのか。それは僕たちが決めることじゃないよ。それにどう思われようと僕には顧客が札束に見える。お前はそれでいいのか。僕は稼ぐためなら何でもする。ペンギンだって仕事だから売ってるんでしょ。数日後。ペンギン、株式会社某企画の株を売ってこい。あの会社何度も倒産しかけてる。絶対暴落するぞ。そんなもん言わなきゃバラい。売るんだ。断る。なーにー。君が売らないなら僕が売るよ。お前正気か。当たり前でしょ。これが売れれば僕の手柄になるし。というわけで売りに行ってきます。だったらペンギンもついていけ。え、パンダ、後輩に株の売り方を見せてやれ。はい。今某企画の株がどんどん上がってるんです。今すぐ買いましょう。パンダさんの話なら信じましょう。顧客は本当にただの金なのか。この人は俺たちを信じて株を買ってくれているんじゃないのか。その株買わない方がいいですよ。え、ちょっと何言ってるのペンギン。すみません、うちの部下が出しゃばって。数日後。株取引に来たんだけど。ってあんた見ない顔だね。今日からこの営業所に異動になったペンギンです。まあ移動というか左遷だけど。それでこの株買いたいんだけど。まあその株は今上がっていますが、急に下がる可能性がありますよ。やめた方がいいと思います。あんた本当に証券マンかい。客が株を買うのを止めるなんて。あよく言われます。でも俺は大事なお客様の目線に立ってお仕事をしたいんです。ねえねえペンギン、某企画がいつ潰れるかかけようよ。ゴキブリ並みに不滅だから無理。その通りだ。某企画はたとえ人類が滅んだとしても残り続けるからな。次回、太陽が寿命を迎えるとどうなるのか。さながらブラックホールだよね。冗談に聞こえないのが怖い。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹のパンダか。